すっげえ高いとこにあんだな、ここヤンバふるさと館。それではね、草津に行きたいと思います。羽ばたけよスワンダイバー。はい、草津に着きました。ちょっとぶらり歩きますか。射的とかまだある。あ、本当に見えてる。あ、まだある射的。人いっぱいいる。さすが草津。クリスマスツリーだ。すげえ。あ、湯畑すげえ人いる。ありがとうございます。え、なんだ1時よね。いやいや、これ白旗？白旗源泉か。源泉。標高1156メートル。ゴズさんとかよりも全然高いな。いや、やっぱり岩岳いいですね。岩岳楽しいわ。あ、すげえ。この色。うまい。硫黄泉。西の河原公園来ました。うわー、ヨガの人の美術館。トラちゃんのプッツンファイブ。西の河原。あー、気持ちよさそうだねこれね。奥行くとね、すごいでかい露天風呂あるんですけどね。いや、にぎわってるな。
草津温泉プリンがある。うまそう。芸能人行ってきてる。いい湯加減、旅加減。お土産もいっぱいあるわ。いやいいね、ひもかわのね、この上州肉汁うどん。あ、ぐんまちゃんのコーナーもある。お、追い神温泉のお土産、かりんとうまんじゅう、下仁田ネギ。いや、群馬のお土産いっぱい揃ってんな。はい、じゃあ始めたいと思います。群馬のインディーズ、まあ、群馬ではインディーズじゃねえかのスーパーで買ってきた濃いめのハイボールです。乾杯。ぬるいけどうまいな。今日の浴衣はこんな感じです。こちら別館なんですけども、別館のお風呂が硫黄泉ということで、本館はねアルカリ泉ということでね、違うらしいですよね。はい、2日目、快晴でございます。吹割れの滝にやってまいりました。さあ、東洋のダイヤ柄、どんな滝なんでしょうか。え、嘘でしょ、今日こんな晴れてんのに。え、吹割の滝、冬季やってないの、いけないの、ダメなの。うわー、マジで閉鎖してる、東洋のナイアガラ。はあ、もう僕は迷惑 YouTuber じゃないんで、ここは全くいません。全くないよ。はあ、痛かったな。あ、なんか高台があって、こっから見えるんじゃないかな。よいしょ、ここは入れるとこですよ、皆さん。よし、
おー、どんなでしょうね。どんなでしょうね。あ、見えるじゃないですか。見えた見えた。見えましたね。吹割れの先、横から見るか上から見るか、今日は上からしか見れませんけども、逆に上から見たことなかったんでいいわ。いや、近くまで行きたかったけどね。東洋のナイアガラ。街並みが見えるね。綺麗だな。やっぱ関東はいいな。晴れが多くて。関東だけど。なんとこちら動物園もあるんですよね。こちらも無料。すごいね。どんな動物いるんだろう。あれ、なめちゃいかんですよ。結構いるよ。ほら、ライオンもいるし、キリンもいる。なめちゃいかんよこれ。すっげーピンクだ、フラミンゴ。餌の笹が投げ込まれましたね。うんか。ヤギさん。ヤギさん。うわ、そのまっくりヤギみたいな。お待ちかねのレッサーパンダ。寝てる。今度すっぽんじゃねえわ。最後はね、新潟にない天一食って帰りましょう。
皆さん信じられますか、今群馬めちゃくちゃ快晴晴れてるんですけど、なんと今日新潟大雪なんですって。なんか高速が止まる可能性があるみたいです。とりあえず帰ります。ああ最悪だ、帰ってきたくなかったな。めっちゃ雪降ってるし。ああ